皆様こんにちは。南淡路市のにゃんころみピアノ教室です。いつも先生にいろんなお話を聞かせてくれますが、子どもたちはどんどん自分の話を覚えていてもらい、上手にできたね、もう少しこうやったらもっともっと良くなるよという声掛けをしてあげると、どんどん日々の出来事や食べたおやつ、いろんな話を先生に聞かせてくれます。いつも先生にこの曲弾いて、これはどうして、なぜといろんなことを尋ねてくれます。今日は子どもの好きなテーマ曲を弾いてみます。先生の真似をして弾いてくれます。それではファンファーレから弾いてみます。Thank you.